まず最初の受賞者はちゃんと伝えるのあきらさんです。はい、改めまして、ちゃんと伝える、主演をやらせていただきました、あきらです。今回は、本当にこのような一生に一度しかもらえない名誉ある賞をいただき、本当に嬉しく思います。はじめまして、岡田将生です。今日はこのような賞をいただきすごい嬉しいです。針を突き刺すような役者になっていきたいと思っております。これからもよろしくお願いします。どうもありがとうございました。板尾いつじの脱獄王の板尾いつじ監督です。映画界のこうおじさんとかおばさんに怒られる映画を作ろうと思って頑張って作ったんですけど、すごい褒めていただきまして。風が強く吹いているの大森澄夫監督です。今度は愛妻家の薬師丸ひろ子さんです。この度は、こんな素敵な賞をいただきまして、選んでいただいたくださった皆様、本当にありがとうございます。ありがとうございます。この受賞を本当に心から感謝します。私ただいま86歳でございます。でもまだ頑張ってやっております。どうもありがとうございます。どうもありがとうございます。証券うるさいんだよ。本当にどうもありがとうございます。悪いことばっかりやってたんですけど、こうやって賞をいただけると、本当に嬉しいです。今年還暦になるので、これを機に、一歩一歩丹念に丁寧に仕事をやっていきたいと思います。皆様どうぞ日本映画をまたよろしくお願いいたします。これからも頑張りますので、相思相愛のためにも努力していきたいと思います。よろしくお願いします。萩原健一さん、おめでとうございました。おめでとうございました。